えー、失礼します。半枠です、えー。ブースター接種開始月の2月の超過死亡は2万人だったようです。月間の超過死亡としては前代未聞だと思うんですが、ヒロキさん的にはこれくらい仕方ないよねという感じですか。えっと、まず、あの、超過死亡がワクチンのブースターを打ったことによるという証明はされていません。で、超過死亡とは何かって話で、その、通常コロナがない頃って、人ってこれぐらい死んでたよね。で、コロナが出た後に、じゃあ多く2万人死にましたっていうので、それは コロナなのかインフルエンザなのか自殺なのか何の原因か分かりませんっていうのが超過脂肪なんですよ。ところが頭の悪い人って超過死亡2万人をなぜかブースターを打ったせいだって決めつけてるんですよね。<laughs> なのでそこら辺があの物事が判断できない人っていうはその何が正しいかわからない人っていうのでもちろんじゃあそのブースターで死んだ人もいるかもしれません。 ちゃんと調べてないからねなのでじゃブースターで死んだ人もいるかもしれないよねならわかるんですよでもその超過死死亡ででんだ2万人はブーースターであるっていうなぜかそこを決めつけちゃうんですよねなのでそこら辺のその数字と根拠っていうのこういう理由があってこういう要因があってこうやって人が死にましたっていう根拠があるんですけど人が死んだ死んだということはワクチンでやるみたいななぜか一足飛びになってしまうのが 頭のの悪いい人に多いパターンなのでそこら辺そのなんか陰謀論にはまる人のよくあるパターンなんですけど気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。